たい最初求めるのあったらですけど、一つは、これ4次関数だから1回展開してあげて微分してあげてまあやるっていうのが一つですよね。で、まあそれでもいいんですけど、なんかこれ同じのがあるから置換してやろうかなっていうのもあるんですけど、でちょっと今から間違った解放の仕方するんで、どこ間違ってるかっていうのをちょっと、考えながらちょっと見ててください。これを T と置きます。 T で、そうすると、これって Y イコール T2 乗足す 3T ですよね。で、最大最小出したいからグラフが知りたいんで、これの平方完成します。なんで T の2分の3でマイナス4分の9かなになります。で、じゃあ、これって、T が、こういうグラフになるから、マイナス2分の3の時に、ミニマムがマイナス4分の9で、マックスは、ずっと上に増加してる関数だからマックスないよね。なんでマックスはなしだと間違いなんですけど、はい、どこが間違いか分かります？どこが間違いでしょうか？ここは違うってわかる。これさ、t って今回さ、x2 乗足す1で受けんじゃん。で、この時にさ、t がマイナス2分の3なんだけど、これって実数部分である。あ、虚数はなしで、まあ虚数だったらもあるんですけど、これないよね。x2 乗って絶対正の数になるから、どんどんな数入れても。だからこれって最小値が1になってるから、マイナス2分の3って絶対作れないじゃん。だから、これはダメですよっていう風になります。で、これをちょっと写像っていう話で説明したいと思います。で、どういう話かっていうと、まあ、X っていう集合と、で、今回は、これを T としておきたいんで、T イコール X2 乗足す1っていう風に置きます。お話ですね。で、その時に、X っていう集合と、T っていう集合と、y っていう集合があるみたいな感じで考えて、で x なんかとりあえず1個決めんじゃん、こんな感じで。また例えば 1とかだったら1入れて、で1上げると最終的に、いくつになってるって話なんですけど、まあ、例えば1っていう数取った時に、ここの数って 2になりますよね、こんな感じで。で2って数をさらに、ここに入れるから y イコール t2 乗足す 3tになるんで、ここにさらに 2入れてあげると4たす6だから、10ですかっていう感じで、なんか X が1個決まったらそれに対して Y が最終的に、T を挟んで決まりますよっていう感じになってるんですけど、っていうところなんですか。で、X を決めた時に、まあ、Y っていうのは必ず何かしら決まってるんですけど、これ逆はできない時があるんですよ。例えば、1 でこれが2でで2入れると6って数が決まるんですけど、じゃあ y でマイナス、じゃあさっきの数でしょうか、マイナス2分の3、あ、ごめん、はい、マイナス4分の9とか、最初違う、マイナス4分の9っていう数を作りたいんですけど、でそれに該当する数ってないじゃん。だからこっからこっち作れないし、で t が作れないってことは当たり前ですけど、 x も作れないみたいな感じです。これがシャーシャー像っていう考え方になります。で、この時に、まあ、ここを、まあ、X ってなんか適当な X 入れたら決まりますよっていうのが GT なんで、まあ、こんな感じで表して、で、これに対してさらに、GTT になんか適当な数入れると決まる Y っていうのがあるから、まあ、GT みたいな感じを移すっていう感じなんですけど、X は何でも取れるんですけど、T に取れる範囲っていうのがあるんですね。まあ、これ取れない数あるじゃん、これ。X に適当な数入れてるときに入れないから、入れられない数があるんで、なんか一部しかないっすよみたいな感じになっちゃうんですね。これだと T って1以下の数で絶対、あ、1よりちっちゃい数で絶対取れないじゃん。 X に何入れても最小値ってこれ1になってるから、 T 自体のだから、T が1以上の数じゃないと作れないですよっていう風にやってます。で T が1以上っていう制限があるから、そこの数に対して Y ができるって感じですね。で、ここの数入れて全部の数作れるかって言われると、これも全部作れないんで、まあこれもなんか一部の数しか作れませんよみたいな感じになります。これが写像の考え方です。
なんでここの数作りたいって言った時にそれに対応する数が、戻す時に作れないといけない。まあ、当たり前だけどその反対もそうなんですけど、まあ、X 個決めたら Y 決まるで、Y なんか決めた時に X 決まるって感じなんですけど、でこの問題ってこの形になってるから最終的にここからここの やつを作りたいんですけど、まあ、数算的にいくとこんな感じかなっていうのを作りたいんですけど、ただ今回って、作れるやつと作れないやつが、Y から見た時に作れないやつがいますよねっていう風になるから、ここの範囲に、依存しちゃいますよっていうのが、この、まあ、シャシャゾの考え方です。なんで全部に対して全部作れれば、まあ、あんまり関係ないんですけど、なんか置換した時に範囲がある場合はその範囲に、まあ、依存しますよっていうのがあります。それをちょっと気をつけてください。なんでポイントとしては置換したときに、まあ、気をつけてほしいのはこれだけなんですけど、置換したときに、変形に気をつけてくださいっていうのを考えてください。なんで置換したときには必ず変形出しておいた方がいいです。手が出してください。置換するときは、まあ、必ず変形考えてください。まあ、これどの問題でもそうです。変形が変わってる場合があるんで、での気をつけてくださいっていう風になります。なんで今回の場合は、ここまでないというか、まあ、答えだけ言うとこの問題の場合はなんですけど、マックスはなしで変わらないんですけど、これの平方完成したやつをさっきやったんですけど、t のプラス2分の3の2乗のマイナス4分の9で、これが、マイナス、0を入れると0だからこんな感じかな、こうになるんですけど、 t って今回って1以上しか取れないから、まあ、こっからしか取れないじゃん。だから最終的に、t 置換した時の、範囲ってこんな感じになるんですよ。 t と、y の場合はですけどね、まあ、x と y のままだったらそのまま書けばいいだけなんですけど、置換した場合はこんな感じで、1以上の範囲で、y が、決まるって感じだから最初値はここになりますよ、ね、だから1入れた値が最初値になりますよね。ミニマムが4ですね。で最大はなしっていう感じになります。You may feel like being alone, but I can be the one you really know now. The world is yours.